はい、皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。135名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。まあ、いつも通りですね、朝起きて、公園に来てます。最近天気予報おかしくないですか？雨予報なのに確実に期待を裏切ってくれて、僕はこうやってまた公園にですね来るご縁を天気がですねくださってます。本当に天気ありがとう。今日はですね、まあ、今更かよって思うんですけど、僕の動画見ていただいている方って大半の方が男性の方だと思うんですけど、皆さんやっぱりまあ日本でいうと2月14日ですかね、バレンタインデーってあると思うんですけど、バレンタインチョコって欲しくないですか？やっぱり僕めちゃくちゃ欲しいんですけど、欲しいって言ってもやっぱり義理チョコじゃなくてもう本命チョコ、やっぱこれをもらうために1年間汗水垂らして筋トレしたりとか、もしかしたら仕事を頑張ったりとか、頑張ったり、すみません、頑張ったりっていう表現も嫌いなんですよね。仕事を一生懸命やったりとか、こうまあいろいろあると思います。で、僕はですね、ふとですね、朝この、まあ、勝負服を糸と針を使ってですねコツコツ塗ってたんですけど、何してんだって俺はこれでバレンタインチョコもらえるのかなと思い、ふと思いながらこうやって作ってたんですけど、まあでもそうですよね、まあこういう目先の数字というか誰にも評価されないものって僕はすごい大事だなと思っていて、まあ今描いてる絵もそうだし、この YouTube のこのファミリーの皆さんへの発信もそうなんですけど、やっぱりチャンネル登録者数じゃなくてファミリーの数とか閲覧数には一切、目を向けずにですね、広告収入等も一切もうどうでもよくて、ここから発生する利益っていうのもどうでもよくて、そもそも目先の数値っていうのを僕は捨てたんですけど、やっぱりそういったものがこう積み重なって、やっぱよく世間で言われる点と点がつながるっていうことにつながるんじゃないか、点と点がつながるっていうことになっていくんじゃないのかなと個人的に思ってます。だから今はですね、こうやってまあ公園でこうもう朝からもうすねも一人でこんな風貌でコツ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 縫うわけですよ。で、よっしゃ縫った縫った時、よっしゃ完成したと思ったら後ろ側の布とくっついて腕入りませんみたいな、もう何十回も今あるんですけど、まあ、それも含めて面白いなと、自分の中でですね、縫うのって面白いなと、リメイクカスタムって面白いなと改めて思ってます。で、まあ、バレンタインチョコの話なんですけど、やっぱりですね、自分が今やってること、ハリウッドスターに向けてやってることって全然足りねえなと思って、だってハリウッドスターに向けた挑戦っていう挑戦って僕一日の中でやってないと思うんですよ。まあ今コロナウイルスもそうだし、コロナウイルスの言い訳にしたくないんですけど、まあ、借金完済っていうのが最優先って決めてるので、まあそこはまあ自分の中で決めて、まずそこから片付けようと、決めたので、そこはまあ、まあ、ある意味予定通りといえば予定通りなんですけど、やっぱり借金完済して8月以降ですね、やっぱりもっともっとやっぱ本気になって駆け回らないといけないなと改めて思いました。パッションがやっぱ足りないと、こんなんじゃハリウッドスターにやっぱなれない、病気してるようじゃなれないと、何してんだと、そもそも日本にいてる時点でなれないと僕は思ってます。勝手に僕の意見です。こんなことしてる場合じゃないと、こんなことっていうのは日本でタラタラダラダラ生活してるっていうハリウッドスターを向けてる僕に対してのメッセージですね。こんなんじゃダメだぞと、やっぱ改めてですね、こうなんかこう気を引き締めるというか、もう一回作戦を立て直して、8月借金完済して用意ドンの、この用意ドンのやっぱ初速をやっぱりスピードアップさせたいなと思ってます。やっぱそのためにはまず自分で整えなくちゃいけないことがやっぱあって、まあ、それは例えば、まあ、懺悔ですね。
この過去28年間で、まあ、いろんな本当に失敗というか、もう思い出したくないけどやっぱり思い出して、こうこれからの人生に生かしていかなくちゃいけないものっていうのがたくさんあります。やっぱそれをやっぱりこう、まあ、新しい人生というか、こう生まれ変わるっていう意味で今こうやってホームレスをあえてして、もうストレス不安をですね、8月以降の馬力に変えて、用意ドンスタートダッシュをですねしっかりやっていきたいと思いますんで、目指すは来年2021年のバレンタインですね。まあハリウッドを目指すんですけど、まあ一つの目標として、途中の目標としてバレンタインで、これをですねしっかり目がけてやっていきたいと思いますんで、もしこれを見ていただいている男性の方いらっしゃいましたら、一緒に本命チョコ掴んでいきましょう。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサが、公園からお送りしました。それでは皆さん失礼します。